こんにちはこの動画をご覧いただきありがとうございます、えー、今日はですね失敗から学ぶ野鳥撮影の3回目としまして構図の失敗をどう防ぐかということを経験を交えて話をしたいと思います具体的には次の6点について話をしたいと思います1小さく撮るように心がけよう 2. 三分割とか四分割法などをですね、意識しよう。3. 顔の方向の空間を開けよう。4. 背景を意識しよう。5. トリミングで整えよう。6. 飛び物の構図について。この6点について順番にですね、話をしたいと思います。まず1。小さく撮るように心がけよう。 ということですが、えー、この話がちょっと長くなるかもしれまません、えー、まずですねこの写真をご覧ください、えー、これはですねルミックス関係のですねピックメイトですねそこのフォトコンテストで、えー、入賞した作品です、えー、アオサギがですねこの園庭の下で、えー、愛を取っているシーンを撮影したものです、えー、なんだ自慢話か ではありませんこの表彰式でですねこの写真についてプロの方から好評をいただいたんですがアマチュアはですね野鳥ですね野鳥を大きく撮りすぎると。 それに比べてこの写真はですね野鳥を小さく撮ってそして背景のですね園庭の水流をうまく入れて撮っているとそこが大きな評価ポイントだという話をされましたこれは非常に私も強く記憶に残っておりますただこれは私にとってはかなり冷や汗せ者でして実はいつも使っています100400ミリですね ライカの100、400ミリで撮、えー、りまして、まあ35ミリ換算で800ミリなんですが、えー、それで目、えー、その目いっいの800ミリで撮っていますので、まあこれ以上ですね大きく撮れないんですね。まあギリギリの構図で、えー、選択してですね水流を入れて撮ったわけです。ですからかちょっとですね私もひ冷や汗をかいたと言いますが、えー、そういう記憶があります。 えーまあ、私もですねアマチュアですからどうしてもですね野鳥を大きく取ろう大きくとろうとする癖があるんですねまあこの頃ですね私の頭の中にそれほどですね、えー、野鳥を小さく取ろうという考えはあまりなかったですねまあ少しはそういう話は聞いてはいますけども、えー、例えばこの画面のですねよ四隅に ぐらいに入るぐらい、攻め大きくてもそれぐらいに取りましょうみたいな話は聞いたことがあったんですが、えー、野鳥撮影ってねやっぱりどうしてもですね、大きくと、大きく取ろうとする癖がありまして、私も散々それをやってきました。今でもその癖は多分抜けていないと思います。えー、かつてですね、カワセミなんかをたまたまうまく、えー、大きく取れてですね、すごい画面いっぱいぐらいに取れて、 えー、嬉しかった記憶もありますのでね、えー、人様に、えー、小さく取るのは言えないんですけども、まあ、このプロの方の好評はですね非常に、えー、記憶に残っていますね、えー、ですからあの大きく取ることが絶対ダメではないかと思うんですね、えー、いろいろな評価の仕方があるかと思うんですがやはり小さくですね取、えー、るというのはですねこの 野鳥が生きている環境ですねどういうところに生息しているのかということも入れて取る必要があるかと思うんですね、えー、特にちょっと珍しい野鳥なんかでしたら環境を入れて取ることによって、まあ、アピール度がですねかなり違ってくるかと思いますそういう意味で、えー、大きく取ることもいいんですが小さく撮ることもですね、えー、我々アマチュアは頭に入れてですね撮影する 必要があるというふうに思います次に2番目としまして3分割法、4分割法なんかをですね意識して撮影しようということですこれはまあ構図のいろいろな話の中で出てくる方法ですので皆さんすでにもご存知かと思うんですが えー、画面をですね、まあ三分割法でしたら、えー、縦に3つ、横に3つに割りまして、この交点ですね、この交点に、えー、被写体を置いて撮ろうということですね。まあそういうふうに考えることによってですね、必然的に野鳥をですね、小さく撮るということにはつながると思いますね。まああの、日の丸構図というものがありますが、 私もかなり日の丸構図で撮るんですけども、えー、どうしてもついついですね日の丸構図だけで撮っておりますと、えー、大きく撮るということにつながりやすいですねそういう意味で三分割法などをですね頭に入れて撮るということが大事かと思います、えー、この三分割法についてはですね カメラの中にですね、このガイドライン表示ができるうようになっているものが多いかと思いますね。えー、G9 Pro でもこのガイドライン表示が表示できるようになってますね、えー。ですから私は実はこのガイドライン表示というものをですね、表示いつも表示させるようにして使っています、えー。今までそういうものを使っていなかった方はですね、カメラのメニューの中にありますので、 ガイイドライン表示をでそれからこういうです、ね、あの構図の3分割法とかという話をしますとこれにですねこだわりすぎるのもある意味では良くないかと思うんですねこれに合致していないものは全部ダメなのかというとそうではないと思うんですねですからこういう考え方があってですね撮影するんだということを意識して えー、大体画面のこの四隅にでですすね、ね、つののポイントです、ね、この辺に配置をするんだということを頭に入れておけば良いのではと思いますあまり硬直的にこの交点で撮らなきゃというふうにする必要は全然ないかと思いますあまりそれにこだわりすぎるとそういう写真ばかりになってしまいますのでそれはそれでまた考えものだと思います えー、それから3番目としまして顔の方向のですね野鳥の顔の方向の空間を開けようということですね、えー、この空間が顔の前にですね、まあ、空間がないとちょっと行き詰まったようなですね写真になってしまいますので、えー、そこはちょっと注意が必要かなと思いますで,きる、えー、ですからこの顔の前をですね開けるように意識をすることで まだ小さく取ることにもつながるかと思いますので実践をしていただければと思います、えー、この作例を見ていただきたいんですがこれあの石例ですねこれなんかちょっと日の丸的に取っておりまして体がど真ん中にありましてね全然その、えー、目の前の方がですね開いておりませんこれをまあ,あのトリミングすると大きくはなりますがちょっとトリミングしてですね 調整をしますとこんな風に、えー、顔の前にですね余裕ができます、えー、顔の前にですね余裕がある方が収まりがいいですね、えー、まあかっこよく見えますね、えー、まあ、ただしこれもですねあまり、えー、硬直的に考えるとですねややこしいことになりますね えー、一番最初に出しましたあのアオサギの園庭で撮ったアオサギの写真がありますがこれなんかはもう前はですね下を向いている写真ですから開いておりませんえただしこれはあの三分割法にですねきっちり合っておりまして、まあ、そのポイントに一応、えー、アオサギを置いてですね撮った例にはなっていますただし顔の方向は開いていないですね100%が全て 顔の方向を開けなきゃいけないということではありませんのでその辺もあまり硬直してですねえ考えないでいいでただければと思います。例外があるということですね、えー、次に4番目として背景をですね、意識しよううということですね。これはまあ,あの誰もが考えているかとは思うんですがそうそうですねいい背景のところにあの野鳥は来てくれないんですけどね えー、ただしそういうことをですねいい背景を選んで撮る努力というのは大事かなというふうに思いますこの作例のようにですね、えー、ちょっとごちゃごちゃしてますと、えー、かなりですね野鳥,、まあ、野鳥が死んでしまうというか、えー、その撮る意味がですねあまりないようにまあこういうところに生きてるという、えー、証拠にはなりますけども写真としてですね 構図としして美しさはないですねやはりすっきりした背景があった方が良いのではないかと思います、えー、特に背景に丸ぼけなんかがあるとですね出てくると非常にいい写真になりますね、えー、そういう意味ではこのカワセミの撮影例なんかはですね成功しているのではないかなというふうに思っています えまあ背景をですねすっきりとるということをえ心がけていただければと思いますえ5番目としましてトトリリミミンンググでですねトリミングであのえ整えよううということですねえこれはまあ皆さんやられてるかと思うんですがまあ世の中には「脳取り」という言葉がありますのでですね以前実は私も脳取りでこだわって取ってた時代が あるんですけども最近はかなりトリミングをしています、えーまあ、特に野鳥っていうのは動いてますからね飛び物でも動き回ってそこに止まるそれから飛び物っていうのは、まあ、自由に飛んでいるわけですから、えー、なかなかですね構図を決めようと思って撮ってもです、ね、うまくいかないことが多いんですねですから最終的にはやはりトリミングでですね整えるということが大事かと思います。 えー、実は最近ですね私もインスタグラムの方に、えー、写真とそれから簡単な動画なんかをアップしておりまして、えーまあ、特に写真はですねインスタグラムの場合はあのー、投稿画像がですねサイズが小さくて、えー、サイズが小さくていいものですからあのかなりトリミングすることがありますねまあ多分投稿されている多くの方がトリミングされた写真だと思うんですが えー、そういうふうにですねインスタグラムなんかでももうトリミング写真ですのでトリミングすることをですね、えー、躊躇する必要はないと思います。えー、6番目としまして、えー、飛び物の構図についいいてちょっとと話をしたいと思います、えー、基本的にはあのこれは止まり物でもですね飛び物でも構図は同じなんですが、えー、飛び物の場合はですね えちょっとですね飛んでいる方向をですね重視するということとそれからあの奇跡ですね飛んできた奇跡を生かすということがあるかと思いますそれからあの高,高低ですね高いところそれから真ん中辺低いところというふうなあの考え方もですね、えー、して構図を作るべきだというふうに思います 奇跡という意味ではこの写真をご覧いただければいいんですが、えー、先ほど言いましたように前の方はですね開いていません逆に後ろを開けてこれは撮っていますこういうふうにするとですね、えー、飛んでいく野鳥のですねこの後ろが開いてることで鳥がこっちへ進もうとしているという、えー、意思というかですねこの飛んできた奇跡がわかるかと思うんですねこれであのー なんか収まりのいいですね、写真になりますね。えー、絶対的にあの、後ろを開ける必要はないんですが、前を開けてもいいんですけども、えー、まあ、両方あるということをですね、飛び物の場合には、えー、理解をしておいた方が良いかと思います。それから、特に空を飛んでいるものはですね、 えー、この画面の真ん中の辺に入れる手もあるんですが上に入れるとですねまたかなりイメージが変わってきますね、えー、空高く飛んでいるイメージが、えー、出ますし、まあ、雲の下やなんかにですね配置したら雲の下を飛んでるということでちょっと低めに飛んでいるようなあイメージをですね出すこともできます。 まあこの辺はですね撮影中にはできないませんので、えー、先ほど言いましたようにトリミングでですね時代に調整をし,してですねそういう雰囲気を作ればいいのではないかなというふうに思いますえまあ飛び物撮影というのはなかなかあの難しいことですので一概にですねこれだというふうに言いづらいところがあるんですが、えー、静止画よりは構図のですね 自由度というか,かあの背景を考えたりですねいろいろするとです、ね、面白い写真を撮ることができます、えー、これはですねあの多摩川のにありますですね遊園地の観覧車に重ねて撮った写真なんですがこうして撮るとですねちょっと面白い写真をですね撮ることもできます、えー、ですからあの飛び物の場合は背景もです、ね、うまく生かすと いい写真を撮ることができます、えー、今日の失敗から学ぶ野鳥撮影のですね構図の失敗をどう防ぐかという話は、えー、以上で終わります、えー、構図についてはいろいろな考え方がありますのでいろいろ決めつけて話をすることは、えー、難しいですね まあ、あのその意味でですね、えー、トリミングを前提にして取るのであればですねやや野鳥を小さくして取った方が、えー、うまくですね収めることができるかと思います、えー、トリミングはですね、えー、第2の構図だというふうにも言われていますので。 それを活かしてですね撮影すれば良いのではないかと思いますこれまであの大きく撮ることを考えていた方はですね一度ですね小さく撮るということもですねぜひ考えていただければと思います、えー、今日の話がですね今後の撮影の何らかのヒントになれば幸いです、えー、本日は以上で終わります撮影を楽しみましょう